私、以前から農業に興味があったんです。王女として民の苦労はきちんと理解しておくべきかと思っていますから。そう言っていただけると嬉しいです。今度体験させていただけることになっているのですが、シド君もご一緒にいかがです？そうなのですか？それは残念です。でも安心してください。野菜が嫌いというだけで、私はシド君を軽蔑したりしませんから。やっぱりシド君もご興味あると思っていました。試しに一緒に始めてみましょう。シド君はお野菜を育てるのも上手そうです。ご安心ください。私は漁業にも興味がありますので、シド君の好みに合わせますよ。